アルドファンアイクは、オランダ人建築家、都市計画家、建築思想家、詩人ロベルトファンアイクは2位。ズーテルメールに自身の名がついたアルドファンアイク公演がある。第9回近代建築国際会議チャンにおいて結成されたアリソンピーター・スミッソン夫妻を中心とした若い世代の建築家グループ、チーム X の一員。雑誌、ォーラムの編集員を務め、 マキフミヒコとの深い交流が知られている。オッテルローサークルやオランダ構造主義を提示。建築や都市を要求される機能に従って、機械的に構成したちゃんを乗り越え、変化や成長のプロセスを許容しうるダイナミックな構造を、模索、プエブロインディアンの集落などを判例に基本となる構成単位を設定し、それを積み重ねることで、複合的かつ秩序だった。 全体性を作り出そうとした。アムステルダムの孤児院、子供の家1960年は、現在もオフィスとして使い続けられている。ドーコミューモにも選定されている。この他に、ナーヘレの小学校、ハーグのカトリック教会、クレラー・ミューラー美術館彫刻パビリオン、アムステルダムの中心に位置する、母の家1978年などがある。 生後間もなく1919 19年に家族でイギリスに渡り地元の学校で1932年から1935年サマセット州ので中等学校を終えた後1935年と1938年にはハーグで過ごしその後スイス連邦工科大学中立飛行に進学1942年に同行を卒業ししばらく現地に滞在 この時期多くの前衛的な芸術家のサークルに入り、建築士やジークフリード・ギーディオンの妻、カローラ、ギーディオン・ベルカーラと交流を持つ。1944年から設計活動を開始。しばらくは室内改装や展示計画などを主な仕事としていた。1946年から1950年までアムステルダム市の都市開発部の一員として働いていた。 1946年から1950年までアムステルダム市の都市開発部の一員として働いていた。彼はすでにフランスの文化人類学、文化進化論に影響されており、彼の態度は当時のオランダの建築家たちの中でも独特路線を進んでいた。彼は人間の自発性や都市の迷宮性、時間の観念に着目して都市空間にもアプローチした。 総合的な都市の全体像を見せるよりも、都市の部分の変化の積み重ねによって、全体的な変化をもたらそうとする傾向がある。そのためか、建築や外区そのものを丸っきり新しく作り変えたり、視覚的に芸術的な統一感を実現したりすることには興味を持っていなかった。日常空間へ、抽象的なオブジェや遊具などの設置し、最小限の干渉が、都市環境や、 人間の行動様式に最大限に作用する状況、仕掛けを作ることに興味を持っている。こうしてアムステルダムの街中に700近くのスペールプラーツ計画を担当。同時に都市計画部が設計する集合住宅の中庭と多くの公園を設計している。市役所を退職した後も反対がありながらもアムステルダム市の公共事業局都市計画部は彼に委託し続ける。 それに続いてデアフトに参加し、ナーヘデの都市マスタープラン策定に携わる。同時期の1949年にアムステルダム市立美術館、1951年にリエージュで開催されたコブラ展やミラノトリエンナーレ1951年の展示計画に関わる。1951年にはヘリットリートフェルと建築設計を共同し、この頃にエンスヘデにある、 アカデミー・オブ・アート・インダストリーで美術史を担当。後に、ヘリット・リート・フェルト・アカデミーになる応用美術学校で内装設計を教鞭している。1954年から1959年にアムステルダム建築アカデミーで、1966年から1984年までデリフト工科大学で教鞭を取る。その間の1960年には、 集落調査にためアフリカに赴くほか、子供、都市、アーティストをペンシルベニア大学で発表。1959年から1963年までと1967年に建築雑誌フォーラムの編集者。1996年、1997年、ウルフ賞芸術部門建築賞受賞。1990年、RIBA ゴールドメダルを受賞。 ウィキメディアコモンズには、アルドファンアイクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。